始まりました、オネスト TV ということで、本日はですね、皆様にお知らせがあります。なんと、とある方とのコラボが決定いたしました。いやー、これはですね、本当に実は2ヶ月前ぐらいにお話をいただきまして、で、まあ、僕もその方の存在はもちろん知っていましたし、多分世間の皆さんも絶対にご存知ですし、その方が出している楽曲とかは、まあ、ものすごい多分知名度だと思うんですね。で、実はですね、去年僕香水で、エイトさんと FNS 歌謡祭でコラボさせてもらって、パフォーマンスさせてもらったんですけども、実は本日夜 FNS 歌謡祭にてですね、川崎鷹也さんと今回はコラボレーションさせていただくことになりました。いやー、すごいですね。何がすごいって、あれからもう1年経ってんのか、エイトさんとのコラボレーション。まあFNS 歌謡祭って本当にこう FNS 歌謡祭でしか見れないコラボだったりとか、わ、この人とこの人が歌ったりするんだとか、パフォーマンスでね、普段見れない組み合わせが見れるっていうのが、その FNS 歌謡祭の醍醐味でもあると思うんですけれども、まあ去年僕はダンサー、まあパフォーマーとしてですね、パフォーマーとして、エイトさんとコラボさせてもらって、香水パフォーマンスさせてもらって、今年もなんとですね、川崎鷹也さんと、魔法の絨毯という楽曲でですね、コラボさせていただきました。そしてそれが今夜放送となります。まあ、ちょっとどういったパフォーマンスになっているかっていうのをですね、ネタバレにならない程度に言わせていただくとするならば、なんかね、俺は本当に魔法の絨毯のそのメロディーラインだったりとか、そのこうすごい歌詞だったりとか、メロディーがこうピュアでスッとこう入ってくる感じなんで、それをできるだけやっぱり邪魔したくない。パフォーマーがいることによって、あの曲の世界が崩れたって思われないようにだけは絶対にしなきゃいけないのが毎回僕の課題なんではありますが、どうか皆様温かい目でということで、すごいいいコラボレーションになったと思うんですよ。っていうのは、川崎鷹也さんとは実際はですね、その本番当日しかお会いしてなくてですね、そのリハーサルとかはもう各々がしてるんですけど、まあその時僕コラボさせていただくことが決定してから、川崎鷹也さん その歌番組の歌唱の、映像をいくつかもらったりとか、まあ、YouTube に流れているものだったりとかを見させてもらって、毎回やっぱりその少しずつ演奏の仕方だったりとか、歌い方がちょっと違ったりするんですよ。それってすごくシンガーソングライターの方の、味だと思うんですね。だから、まあ、実際音源は CD でもらってはいるんですが、その瞬間川崎鷹也さんがどういう歌い方するか、どういう演奏をするかっていうのは、やっぱりその当日になってみないと分かんないので、すごくその瞬間瞬間のコラボレーションだったかなと思います。だからこの時の川崎さんの歌い方、声のちょっと、揺れ方だったりとか、演奏のギターの音の歪み方だったりとか、ちょっとレイドバックした音の取り方とか、そういうのを全部その瞬間瞬間に感じながら、できる限り踊ろうと、振り付けはしているけれども、そこに合わせて自分もダンスしていこうと思って、今回それやらせてもらったんですけど、やっぱりね、リハーサルからこう本番にかけて、まあ、何回か合わせるんですけど、毎回微妙にやっぱ違うんですよね。で、毎回それがいいんですよ。それすごいなと思いながら、リハーサル で川崎さんってすごい落ち着いてらっしゃるように見えるけど、俺と蓋を開けてみたら10個ぐらい違うんだよな確かに26、7ぐらいなんですよね。ごめんなさい、間違えたらすみません、25、6、7ぐらいなんですよ。僕と一回り違うのに、いや本当にそのなんていうかな、舞台というか、その実際のライブで毎回ちょっとずつ変えてる感じだったりとか、そして毎回それがすごくいい、本当に川崎さんの味になっているっていうところが、本当に僕もパフォーマンスして楽しかったし、感動したし、そこでしか生まれなかったものが生まれたんじゃないかな、個人的には思ってます。はい、ぜひですね、その瞬間 FNS 歌謡祭でしかちょっとこの出せない、多分もう二度と同じような
多分歌い方も僕のパフォーマンスもやってこないこの一期一会のようなですねパフォーマンスをぜひ皆さんに体験してもらえたらと思います。本日 FNS 歌謡祭18時半からスタートです。撮影中のエピソード、いやそうなんですよ、そうだこれはね本当に一個だけ、川崎さん本当にごめんなさいありがとうございますっていう話なんですけど、まあ、一応僕は振り付けもしていって、川崎さんの、いろんな、その瞬間に生まれるものを大切にしてくださいもうそれに僕対応しますんでみたいなスタンスで行ったはいいんですが、やっぱりちょっと違くて、川崎さんごめんなさい2つだけお願いしていいですか、あそこの音はくださいっていうのを、言わせていただいたのがありました。やっぱり自由に弾いてもらいたいつつもそこの2つは拾ってたなみたいなところがあったりとかして、それないとちょっと多分踊りとかなり合わなくなるなっていうことで、本当に初対面でズーズーしいお願いとはね、シンガーソングライターの方にですね、アーティストの方にお願いするのは申し訳ないなと思ったんですけど、川崎さんあそこのギターの2つの音欲しいんでそこだけ弾いてもらっていいですかっていうのを、言わせていただきました。どこがそれがどこだったのかとかなんかいろいろ考えながら皆さんに楽しんでもらえたらなと思います。ちなみに川崎さんはねものすごい素敵な方でした。何が素敵かっていうとね、俺本当に初めて会ったじゃないのかもっていうぐらい、なんかこう最初にこうご挨拶来ていただいた時にいい意味で フランクっていうとね年の差があるからその友達みたいっていうフランクとはまた違うんですけど、すごくねなんかね人との人に緊張させないなんかこうおおらかなムードを持っている方です。でなんかチーズケーキの差し入れくれましたしかも俺がめっちゃ好きなチーズケーキ屋さんのガストでチーズケーキくれて、まず飯で完全に飼いならされたっていう、いいんですかみたいな。でそれも食ってもう本番前にチーズケーキさっきいただきましためっちゃパワーになりましたって言って、リハーサルをお互い始めてみて、でもねこんなおおらかな空気してるんですけどね、一番最初なんかな歌い出しのなんかもう声がいいんですよね。本当になんか話しかけるように歌う人ですよね。なんかね大声でバーッとこう感情爆発させるっていうよりかはもう本当にあんまり大声じゃないのに強く言葉がグーッと入ってくる声の力を持っている方だなってすごく思いました。ぜひですねその歌も楽しみつつ、そして、僕の踊りとのその瞬間しか生まれなかった、ちょっと、パフォーマンスもですねこの FNS ならではなのでぜひ楽しんでいただけたらと思います。ということで以上オネスト TV から報告でした。